実はゴーセルさんはここまで姉上を運んできてくれたのですが、兵の目もあるし、次女の姿なら姉上の部屋に入っても怪しまれないでしょ。ゴーセルに妙な癖でもついたらどうするの。嫌われてなくてよかった。ゴーセル。また一人に戻るのは寂しい、いや悲しい。弟が見てる前で。メルドルは姫が目覚めた時抱きしめたよ。とにかくあなたを嫌いになんてならないから安心して。これを僕に。お父様のお風呂だけど素敵。まるで本物のメルドルみたい。ナージャ姫。はい。月の光きらめく今宵、俺と共に旅に出ようぞ。私ね、馬に乗るのはこれが生まれて初めて。俺も実は初めてだ。え？ねえゴーセル、急にどうしたの？話し方もまるでメルドルみたい。お前はメルドルが好きだろ。え？ずっとお前に好きでいてほしいから。私はどんなゴーセルだった？